い、皆さんこんばんは。レトロゲーム大好き、春木まりです。はい、本日はこちら、ファミコン探偵クラブ、後ろに立つ少女、やっていきたいと思います。はい、先日ですね、ファミコン探偵クラブの、消えた後継者、遊んでいきまして、無事にエンディングを終えたんですけれども、実はね、ファミコン探偵クラブはパート2が出ておりまして、この後ろに立つ少女っていうのが、話的には、消えた後継者の前に起きた話っていう設定で、出ておりますので、こちらもね、リメイク版、同タイミングで発売されたので遊んでいきたいと思います。元々の、ファミコン探偵クラブパート2、後ろに立つ少女っていうのはですね、1989年に、ディスクシステム用の、ゲームとして発売されております。はい。ということで、今から遊んでいくのはですね、スイッチで発売されているリメイク版になっています。音楽めっちゃかっこいいね。じゃあ、調査開始でございます。早速、開始です。消えた後継者めちゃくちゃ面白かったですからね。期待してます。お、俯瞰の公園から始まるね。急に怖いんだけど、え、いや、酔っちゃう。おい、見つかったか？何が？いや、まだだ。誰か探してる？あ、ちまきじゃん。追われていた。なんでいきなりちまきを追われちゃってんの？このままでは見つかってしまう。誰に？警察か？あ、やった。やったな。あ、こんなところにいたのか。ついに見つかってしまった。僕は茂みから飛び出した。ポケモンみたいな言い方するじゃん。逃げたぞ！おい！逃げろ！うわ、かっこいい。音楽かっこいい。頑張れ、ちまき。うわ、あの服着てるよ。おっと、こいつ悪いやつじゃない？君、どうかしたの？この男悪いやつなんじゃない？もうあの、トラウマで。こいつ悪いやつなんじゃないの？もしや犯人か？そうだよね。え、なんか逃げる。あ、そうなんだ。いや、それは逃げた方が悪いわ。この子がどうかしたんですか？悪そうな警官。え、あんたは一体誰だね。この少年の知り合いか？絶対この、あ、そういうわけか。ばってくれないんだ。そうですよって言ってくれるのかと思ったわ。この少年が女時間にうろついていたので不審に思い声をかけたら、いきなり逃げたんですよ。それでこんな追っかけられてんの？嘘でしょ。君、とにかく交番まで来てもらおうか。大事になってるじゃん。なんかよくわかんないけど。ちょっと待ってください。突然こんなことを言うのもなんですが、ここは私に任せてもらえ。いや、突然だな。もうこいつ怪しい。こいつ、この男怪しいぞ。何？そんなことできるわけないじゃないか。何？あんた一体何者だね。誰？もしや、宇津木さん？ごめんなさい、疑って悪い人だと思って。めちゃ、待ってください。ごめんなさい。めっちゃいい人だったわ。何か事情がありそうだから、話を聞いてみようと思うんです。宇津木さんじゃない。構いませんね。か？もしや。悪い奴じゃなかったわ。あなたがそうおっしゃるなら、めっちゃいい人だった。多分。では、よろしくお願いします。ごめんなさい。ごめんなさい、本当に。あ、そういうことか。理解理解。どうもありがとうございました。逃げてた理由を理解したよ。いやいや、そんなことより喉が渇いただろ。そっか、あのファミコン、あの消えた後継者からの流れだと、なんで今このちまきが逃げしたかっていうのが、もしやっていうのはわかるね。そういうことなのかい？僕は男と一緒に小さな喫茶店に入った。もしや宇津木さんではないでしょうか？いや、あの服着とるわ。ああ、君は離れ離れになったご両親を探すために旅をした。さあ、消えた後継者やってこの文章を読むと、ちょっといろんな感情が湧き出るわね。何か訳がありそうだね。わあ、
この人はいい人だった。言いたくなければいいんだよ。そんなことよりも、これからどうするつもりなんだ？泊まるところもないんじゃないのか？そう。うわぁ、あの占いのやつやったわ。喫茶店で、あのさ、チュンって回すとね、小指ぐらいの大きさのやつ出てくるんですよね。男のことを聞いてみよう。あ、落ち着いてるな。僕は決して怪しいものじゃないよ、うん、なんて言ってもそらぞらしく聞こえるんだろうね。いえ、もう疑って本当ごめんなさい。そうだな、中学を卒業したての15歳、現在家出中。こんなところかな。じゃあそうですね、その通りだと思います。考えよう。何を考えるんだ？この人。あ、そういうことか。一体何者なんだろう。あたりを調べてもな。男を見る。なかなかかっこいい男だ。いや、上から言うな。で？君を見ていると昔の自分を思い出す。え、そうなの？だから、あ、すごい、後ろに人とか通ってる。ちゃんと声をかけたんだよ。会ったばかりでいきなりなんだが、今日のところは僕の家へ来ないか。優しい。でも純粋に優しいんでしょうね、きっと。君は本当に昔の僕と似ている。そうなの？なんかこれヒントだったりするのかな、その昔の自分と似てるっていうのは。失礼ですが、あなたは？僕は、やっぱり私立探偵なんだよ。疑ってすいませんでした。めちゃくちゃいい人でした。気ままな一人暮らしさ。どうだろう、さっきの話。いや、お伺いさせていただきます。ありがとうございます、もう。この人はいい人。疑ってごめん。知り合いのようだし、悪い人でもなさそうだ。いい人なんだ、きっと。とりあえず、あてもない。あの、消えた後継者で一回も出てこなかったんだよね。今夜はお言葉に甘えて、お世話になります。お世話になります。そうか。ありがとう。決まりだな。じゃあ、早速行こうか。ああ、そうだ。ん？何？ところで、君の名前は？君の名は？はい、チェックするよ。引き継ぎましょうね。はい、この名前にします。改めて恥ずかしいな。なんか僕は、はい、自己紹介ね。行こうか。行きましょう。こうして私立探偵宇津木俊介と出会った。うわ、こっからスタートなんか。先生の助手となった。なるほどね。離れ離れになった両親を一番の近道だと思ったからだ。そうだね。はい。僕は先生の助手としていくつかの事件に関わった。うん。そして僕は。僕は？この恐怖の事件に。え？出会ってしまったんです。どうした？うえい、かっこいいね。オープニングが本当にかっこいい。おー、かっこいい。はい。一人で学校にいると後ろから誰かの呼ぶ声がする。振り向くとそこには一人の少女が立っている。何かを言いたげな寂しい少女があなたの後ろに立っている。わーお、またね、消えた後継者と雰囲気が違いますよね。ちょっと怖いわ。ちょっと怖いわ。かっこいい。うおー、テンション上がる。めちゃくちゃテンション上がってる今。かっこいいなー。すごい。